農家、えー、と農編集でお送りしています、1分間委託、今日も常年つかさ、チャンネルのニュースの虎川からの中国、えー、ガチケン、えー、カウントダウンです。もう中国経済終わったということで、それからということで、えーまあ、10のなかなか日経新聞が、日本の経済はあまり、えー まあうう、うまく説明してない。まあ、ジョーネンさんの言い方ですね。そして、えー、この、えー、中国経済には、あにえー、日本新聞、日経新聞ですね。日本経済新聞はうまくう説明しているということで、10の項目を上げてましたけど、えー、なかなか私も10の項目聞きましたけど、えー、もう、えー、右から聞いて左ですね。えー、メモしていましたけど、今日はメモしてませんけど、ジ、え、ョーネンつかさチャンネルのニュースのトラガオから、中国経済ガチカウントだ。 言論弾圧しても西側諸国に伝わる、この経済のヤバさ。結局、問題はいくつあるのズバリ答えます。実行です。ということで、えー、この中国経済ですね、えー。この、まあ、そのけ、経済。まあ、不動産バブルもそうですけど、言,言論中。そして、えー、このアリババをはじめそういう、う この自由な経済をしたら抑圧するということでなかなかその経済活動ですねそういう社会的なこの構造的な問題ですねそしてこの、まあ、当局が言を、まあ、相当その財務心理教じゃないですけど言の,その、うんまあ、健全化というかそこを重視して積極的にと 投資しないので、なかなか経済が活性化しないということで、それは経済、またそういう銃、そう、経済じゃないので、厳しいじゃないかということで、なかなかその、マクロ的、メクロ的、中国経済ですね、なかなかこの、まだまだ、この、明るい兆しがないということで、厳しいじゃないかということで、具体的に由の項目は まあけてあげていましたけど、えー、なかなかその操作ですね、えー、なかなか私もその為替操作もその、えー、日本で言えばその、うん、民主党政権と機能したか操作の時にをまあ財政の規律を重視して、えー、なかなかそういう,う,う操作ですねなかなか難しいですけど10、えー、の項目を挙げていましたけどなかなか中国経済まあ不動産 そして企業の成長ですね、まあ、デ,フロデフレに、えー、もう、まあ、あそういう、えー、そういうローンを抱えた世代も多いですのでデフレに入り,入りつつあるです2年間その,その、えー、デフレ状態が、えー、マイナス状態が続いたらデフレって言ってましたけどなかなか中国も経済が。えー その先行きが見通しつかないのでということで、えー、なかなか理解難しいですけど、えー、まだまだ中国経済、えーえー、厳しいということで、えー、10の項目を挙げていました、えー、なかなか理解できないですね中国経済、えー、ガチカウントダウン、うん、言論の弾圧しても西側諸国に伝わる経済のヤバさ結局問題はいくつあるズバリ答えます実行です、えー、私も実行を言えるように頑張っていきたいと思いますまののこのチャンンネル登録、ま、たコメント いいねボタンとよろしくお願いします。次回の1分間読みたくでお会いいたしましょう。マスターとした仕上げのスパッションプロジュー。シャラム、シャラム、シャラム。